中コース4番ホール465ヤードのロングホールになります、はい、青山プロ、ここはどんなホールになりますか。あのね、数字だけ見るとこう飛ばし屋さんは2オン狙いたくなる、うんうん、でここ見えないけど右と左にバンカーがあって、はい、左のバンカー非常に入りやすい。右はねそんな距離ないバンカーだから、うん、フロントからだったらば入んないと思うんだけど、で見ての通りねちょっと打ち上げなんです、はいはい、だから距離よりも、うん、まあ、30ヤードぐらい余分に見ないと、はい、うん、だからここは無理しないで3段勝負がいいと思う、はい、うん、大原さんのティーショットお願いします。はい、お願いします。さあ今回もね、先週に引き続きまして、うん、皆さんおのおのやっていただくということになってますから、はい、ちょっと左か、ちょっと捕まった、はい、うん、さあでは小見田さんのティーショットお願いします、はい、うん、大丈夫だ。右にキックしましたね、はいはいはい、さあでは青山プロのティーショットお願いします、はい、やっぱ俺も左ってバンカーバンカーか、皆さん左、はい、行きましょう、バンカーっぽいな。さあでは五味田さんのセカンドになりますね、はい、まだまだ残りありますね、はいはい、じゃあクリークで前下がりなんで、はい、無理しないで、あ、どうだろう、取っちゃいました、微妙。では青山プロの2打目になります、はい、バンカー、バンカーだね、ほっと左すぎたか、大丈夫か、なんとかどうでしょう、うん、大丈夫だよ、出すだけで。さあ、姉ちゃんはセカンドちょっと狙うのは難しいと、はい、いいとこに出すと、はい、ナイス、オッケー、いいですね、いいね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、小見田さんの3打目になりますね、はい、残りが156ヤード、はい、全然打てますね、はい、はい、頑張ってください、はい、はい、おー、いい感じ、巻いてきて、ほら、おー、ナイス、あわやのりこ、ナイスです、はい、ありがとうございます、綺麗に服してきました、ね、ありがとうございます。さあ、姉ちゃん残りが120ヤードです、はい、何番でいきますか、ピッチングでいきます、はい、座ってろ、そのまま、そのまま、はい、アドレス、うん、はい、はい、俺に右足貸して、右足の位置、はい、はい、左足の位置、はい、はい、はい、後ろで見て、足右向いてます、ん、バンカーの方に向いてます、顔だけ旗見てんだよ、あ、はい、もうこういう細かいとこ気をつけないと、はい、俺フックかけんのかなと思ったの、はい、ああ、だから今球飛んでいった方向でしょ、はい、まあ結果的には乗ったけど、はい、うん、ね、バーディーチャンスなんだから、はい、うん、ありがとうございます。さあでは青山プロの3打目、全然上は抜けるでしょう、
いや簡単に言うけどね、頑張って抜いてください。これ足元が良くないんだな。あ、最後に当たっちゃった。丸山さん、バンカーから。はい、あー弱いんだ、ダメだな、思った通り出てない。さあ小三田さん、4打目いきましょう、はい、もうこれはピタッと乗せて、はい、パーセーブしたいですね、はい、うまいぞこれ。ほら左、あー切りすぎた、うん、ナイスアプローチ、はい、ありがとうございます。これ入らないと、入ってパーだもんな。はい、ああ持っていかなきゃ届かない、持って打たなきゃダメだ。さあ最高、最善のラインを見つける。はい、そこへ打ち出す。あ、姉ちゃん入れたいね。はい、さあもしね、2メートルぐらい行っちゃったら、その時初めて考えればいいの、返しを、はい、最初からそのこと考えてパッティングしたらしっかり打てないでしょ、はい、うん、さあそれでは、大原さんのバーディーパット、まあ、うまくは打ってるけどな、うん、あれ以上は打てない、しゃあない。ああ、打棒は打ちたくない。なんとかボギーで収めないと。よいしょ、やっぱり切れるな、弱いとな。はい、ナイスです。ナイスです。さあ、小三田さん、パパッと。うまい。はい、ナイスパー。ナイスです。やっぱりライン取ってるよね。ナイスパーです。右縁狙って。うん、ナイスパー。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。